どうも皆さんこんにちは、野良猫です。ではペルソナ5ザロイヤル今日もねやっていこうと思うんですけども、今日はさくらさん、岩井さんあ、てか俺ねミリタリーショップでやりたいことあったんですよ。新たにさ銃が溶けちまうぜ、迷彩ガンカスタムやれるようになったでしょ。うん、それを試してみたくて。おう、ハンドガンは比較的弾が当たりやすい範囲の銃だ。相談数と威力は下がっちゃうのね。いいだろう。へえ、なるほどそうね、モナとかのやつもさ、なんかそうね、スリングショットにバランサーをつければ銃より命中するものになるかもしれねえな。炎上とかつけとく。よし、状態異常不可のやつにみんなしようかな。それかいいだろう。よし、どれにすんだ。もうそれにすんだ。炎上あれ、坂本のやつは炎上全員よし、全員そういう感じ。それよし、よし、全員がやれるって面白いよね。どうした？テクニカル狙いまくりですよ。あ、じゃあついでだから、じゃあな、これ岩井さんのやつは、あー一応来てんのか。どうした？じゃあやろうかな、せっかくなんで。なら今回は情報収集だ。ただしお前一人だな。俺は別件を片付けなきゃなんで。了解です。情報収集、それもまた津田さん関係のやつなんでしょうかね。相手は事情通のホームレス、渋谷のどこかにいるはずだ。怪しまれないように適当な理由をつけて裏社会の取引の噂を引き出せ。裏社会の取引の噂、俺は別件を片付けておくから頼んだぞ。別件ってなんだろう。裏社会取引ね。むしろさ、なんか岩井さんがそれで困ってんだよね。そういう風に言われてさ、あることないこと、そんなの知りたきゃほれ自分でネットでも見てきなよ。もしかしてディープなのが欲しいの？なんか目がマジなんだよね野良猫の目バッキバキなんでね。あんた誰の使いで来てんだよ。え、それはちょっと関係ないでしょ別に。じゃあこれっきりにしてくれよ。あんた肩着には見えないからさ失礼な、まあ、失礼なってことねえけど、そんな目はしてないはずだぞ。ああ、これから言うのは俺の独り言だぜ。あんたの役に立つかどうかも保証しねえぜ。わかりました、ただ独り言を聞く感じにしますよ。香港マフィアの幹部がよ、来日したって、確か今年の正月くらいだったかな。香港マフィアね、アジア圏じゃかなりのでかいところ、どっかと取引したらしいよ、億単位の。へえ、恐ろしいね。どこと取引を。けどそれだけ大きな取引ならもっと話題になってもいいはずなんだけどね。例えば取引まとめた組のもんが高級クラブ貸し切りとか。ああ、なんていうか、その高級クラブ、高級クラブじゃねえそのまとめた組のもんが津田さんってことですかね。そんな景気のいい話聞いてないけどね聞いてないけどねってことは、はい、独り言終わり。なるほどね、面白い話が聞けましたかね。相変わらずいい仕事しやがるぜなあ岩井。ああ、津田さんにそう言ってもらえると。え、なるほど、これはどういうことだ。
岩井さんと津田さんは今でも繋がってんだね。これならいつでも戦争始められんぜ。見た目も威力も本物そっくりだわ。いやいいもん見せてもらったよ。帰るわ。戦争でも始めようとしてんの？あ？うん。いらっしゃい。さっき見せてもらった感じでいいからよ。あれを数揃えてくれや。いつ頃できる？パーツが揃うか次第ですかね。輸入かなり慎重にやんねえと税関に。こればっかはこっちじゃなんとも。あんま遅いと口滑らすぞ。息子さんカオル君だったっけ？ええ、あの秘密を知ったら思春期のカオル君耐えられんだろうね。昔の話をバラそうとしてんのかな。勘弁してくださいよ。親父さんが当てになんないんじゃ、カオル君に相談してみるしかねえのかな。もう一回商品になってくれって。商品？さっきの話急ぎますんで。その言葉が聞きたかったのよ。じゃあよろしく頼むわ。なるはやでな。邪魔したね僕。ちょっと聞き捨てならない話がいくつかありましたね。クソが。商品って何ですか？忘れろ。はあ、みっともねえとこ見せたな。んで、どうだ？もしかして収穫でもあったのか？あ、なんか香港マフィアがなんか来日したらしいですよ。香港マフィアと億単位の取引をしたやつ。しかも今年の正月。もしかしたら津田かもな。今年になって景気のいいこと吹いてたらしいし。早速探ってみるか。お手柄だ。お前の情報のおかげで津田に一泡吹かせてやれるかもしれねえ。喧嘩は良くない。情報量は？はは、しっかりしてやがるな。まあそのうちな。津田の泣きっ面、今から楽しみだ。こんな気分いいの久しぶりだぜ。お前こんな使えるんならもっと早く会いたかったよ。よし。何やらねえ、弱みを握られてるような感じのやり取りでしたけど、大丈夫ですか岩井さん。前祝いにたまには薫に家族サービスするか。うん。ご苦労だったな。今日はもう帰っていいぜ。じゃあな。また頼むぜ。よう、俺だ。家族サービスする前に一個お前に忠告しとこうと思ってな。使える情報を掴んできたのはお手柄だったがよ、津田にお前の顔がバレちまったのはちょっとまずかったかもな。おー、まあ確かにやりづらくはなるね。これから情報を集めたりとかする上で察しがいいな。そうだ、今回のことでお前は俺の関係者だと津田にインプットされちまった。つまりマサの時みたいに津田を監視したりってのが難しくなっちまったわけだ。まあ過ぎたこと悔やんでも仕方ねえ。ダメになったらダメになったで他にもやりようはあるしな。ここから先どうするかは考えとく。それまでお前は余計なことすんじゃねえぞ。また連絡する。そん時はよろしく頼むぜ。なんかやべえことに首突っ込んでる感じがしてきましたけど、大丈夫でしょうか。あ、もっとパニックになるかと思いきや意外と落ち着いてるんだな。今日はあれだね、アンとリュウジが面倒見るんだよね。双葉さんの今
客いないから。チーズ来た。お邪魔します。そうか、今日は野良猫の家で。え、遅くなってもね。先が思いやられるんですけど。買い出ししてたら悩んじゃって。めっちゃじゃがりこ買ってんじゃん。大量のスナック菓子、これから何するつもりだ。夏休みと言ったら部屋でダラダラに決まってんだろ。何もないってことか。お菓子食べながら。プランは二人ぞ。うっさい。ただダラダラするってこと。で、双葉はどこにいんだ。双葉は上に逃げたかな。よく来たな。あれ出た。お気に入りのそのかぶり物。双葉だよな。お、いらっしゃい。それ、どうしたわけ。お気に入りなんです。お気になんです。かかってこいや。スタンスがよくわからないからややこしくなるから。よくわかんねえけど望むところだ。やれやれ、今日も騒がしくなりそうだな。結局何やんの。いやマジだって、俺すごかったんだから。出待ちとかされちゃって。え、リュウジがつか信用してねえだろ。あ、なるほど、陸上部のスターだった時の話ですか。だってリュウジでしょ、モテ期とかあるわけないじゃん。いやでもリュウジもね、イケメンですからね。んだと、ワイルド系でしょ。異性としての魅力を感じない。はっきり言われてしまいました。モテるやつって自分からは言わないもんだぜ。それはまあ確かにそうなんだけど、やっぱさ、ドレスって露出度高いでしょ、若いうちの方がいいのかなって。これよく考えたら気使わない2人かもね、リュウジもアンさんも。聞いてる？相手もいねえのにウェディングドレスのこと話されても。いや実は相手いるんだよリュウジ、隣に、アンさんの隣にいるんだわ。ないな、今のところ結婚願望は。もう双葉さんはそうだろうな。我が輩はそんな話聞きたくない。いやなんかちょっと複雑だな、なんかモナにも申し訳なくなってきた、このアンさんとの関係性。つかさ、双葉って話せんじゃん。そうだね、普通にこのメンツだったら、ね、ちゃんと自分の意見言えてる、喋れてるね。全然普通だよ。気使わないからかな。普通ってよくわからないけど、まあ、確かに普通とか言われてもどこがどこを基準にしてっていうのは確かにあるよね。でもこれが普通なら楽しい。あれ、初めて双葉さんから素直に楽しいって言葉を聞けた。最初はもっと変人かと思ってたけど心配して損したわ。うん、ちょっと安心した。この調子ならうまくいきそうだよね。で、明日はどうするの。明日は店の手伝いでもさせてみるか。いや、それちょっとレベル上がりすぎじゃない。それちょうどいいじゃん。ルブラの手伝いってこと。人前に出る練習になるんじゃない。昼の店とか無理、無理ゲー。それは確かに。お客さんの相手しなくていいから店の奥でお皿拭いてみるとかさ。ああ、まあ別に確かに直接関わらなくていいからやれないことはなさそうだよね。俺もついてるしな。ついてなかったら怒る。決まりだな、応援してるぜ。いつか見ておれ。不祥事を起こした奴らも怪盗団の仕業かな。いや、そっちは予告状ないはず。陰でこっそり改心させたりして。なんか外国人の書き込み増えた。いやすごいな、でも 60.8% だもんね。もう絶対的な存在ですね。世界デビューおめ、
怪盗団は俺たちの誇り。怪盗団最強伝説。めちゃめちゃ持ち上げられてる。我々が、俺も掲示板に頼んでみっかな。来てるな、本当の怪盗団フィーバーが。ちょっと聞け、怪盗人気すごいぞ。確かに怪盗と付き合いたいとか言ってる可愛い子いた。怪盗とね、リュウジととは言ってないから。リュウジは異性としての魅力を感じない。さっきも聞いたやつ、2回も言わなくていいんだよ。今日は一体何をしてたの？普通に楽しく過ごしてたね。やっぱリュウジとアンさんは気使わないからやりやすいんでしょうね。変に構えてないというか。ルブランでお菓子食べながら恋バナってか雑談。今日の目標は一応クリアか。次は人前に出る練習だね。双葉ファイト。人前人前はなかなか確かにハードル高いけど、ただそこをこなしたらもう怖いもんなしよ。双葉猫もいるし大丈夫よ。そうだよ、別に猫も人前出るのさ得意な方じゃ全然ないですから。でもやれてるんで。出歩くためにはまずはお店で訓練ね。明日は猫だけだからよろしく頼んだよ。あ、なるほど、俺だけなのか。任せておけ双葉、俺に全身全霊を預けろ。よろしく頼む。猫、明日は踏ん張れよ。バッチリフォローしてやっか。心を開く兆しはあるな。海も近づいたんじゃないか。そうかもしれないな。じゃあひふみさんのやつを進めましょうかね。ひふみさんのやつばっか進めてるような気もするけど。ありがとうございます。結構いいとこまで来てるよね、コープランクも。大手いきなり大手入りました。フハが打ち取ったり。もはや戦場は完全に我が主。アルティメット統合キングダムの完成です。ついにアルティメット統合キングダムが完成したというんですか。すべての駒を取られた。ひふみの完全勝利だ。乾杯やないか。でも我が白銀のアブソリュートソードを受けてなお立ち上がるとは、毎回技が変わるんですよね。序盤で棒銀をしのぐなんてだいぶ上達しましたね。盤上からも闘志が感じられて、私にとってもいい刺激になりました。それなら良かったですけどね。また進展を考えないとうかうかしてると抜かれそうです。実はエキシビジョン対局が決まりそうで、以前母が言ってたプロとの対局です。相手は名のある男性プロ棋士。あー、なるほど。それでも、まあ、注目されてますからね、今ひふみさんは。だから良くも悪くも、それでまた評判がガラッと変わるというか。私は今まで女性が成し遂げていないプロ棋士の順位戦入りを目指してるんです。あんな記事を出された直後ですから、きっと注目されるでしょう。まあ嫌が応でも、でも私は負けません。私の実力を見せる機会です。いい機会ではあるよね。少し怖いですけど、まああんま構えすぎずですけどね。安心した、油断しないで。これは緊張するでしょう。勝負は時の運。そうね、結局はまあ時の運じゃないですか。背負い込みすぎても結局は時の運なんでね。そうですね。でもそれは相手が格上でも私に勝機があるということです。正直今の私の実力でプロ棋士にどこまで通用するか。よし、アルティメット統合キングダムがね、どこまで通用するか。でももうアイドル扱いは嫌です。実力を示してみせます。確かにいけると思いますけどね。
アイドルもいい日。信じてる。まあ、信じてるのが強いな、言葉が。信じてる。俺はひふみを信じてる。ありがとうございます。それで試してみたい手があって、もう一曲いいですか？ありがとうございます。効率的に敵陣に手駒を送って成金の機会を増やすんです。よろしければ活用なさってください。私から盗めるものはご遠慮なく。あ、珍しく珍しくってわけでもないけど、久々にアビリティゲットした。成金。チャンスエンカウントから自分のターン内で戦闘を終えるとバトルの報酬金額が2倍になる。へえ。よし。なるほど。では早速手合わせを。その者黄金の衣をまといて降臨す。あれこれどっかで聞いたことあんな。参ります。入れよ、ライトニングメタモルフォーゼ成金。知識はもうマックスだけどね。そのもの黄金の衣をまといてて、今日はありがとうございました。ジブリでありましたよね、ナウシカで。お相手ありがとうございました。またよろしくお願いしますね。ジブリからも影響を受けてるんですね、ひふみさんは。さてと、今日は双葉に店の手伝いをさせてみるんだったな。あ、そうだったね。大丈夫なのかな。ってことはハードな一日になりそうだぜ。どうなることやらですね。でも皿洗いとかでしょ、そんなに関わらないから大丈夫じゃないかな。双葉に店を手伝わせるだと、なら今までさせたことねえぞ。できるのか。確かに今やらせるべきかっていうのはありますけど、ただ本人も乗り気なんで。ノリノリなんで、案外。本人の希望で、やりたいやりたい言うから。嘘つき。あの手先め。すごい出たがりなんすよ、双葉。意外に。双葉。大丈夫だ。ちゃんと去年中学は卒業したし。あ、そっか。なるほど。じゃあそんなに年離れてもいないのか。高校1年夏のバイトって思えば問題なし。なるほど、1個下ぐらいですね、双葉さんは。まあそういうことなら皿洗いならできるか。皿洗いならそんなに関わらないでしょ、人と。いいか、無理はすんなよ。そうだね、だからまあ皿洗いだから皿割ったりとかそういうことだけ気をつけてもらえればぐらいなもんですよ。いや、そういう振りじゃないんだけど。そういう前振りではなかったんですけどね。おい、大丈夫か。今やったな、完全に双葉。そういう音だったな。マスター、いつものね。あ、濃いめで頼むよ。お客さん来た。大丈夫かな。いいよ、双葉さん。双葉、ちょっと見てやってくれ。あ、まあ見てるけど。双葉、大丈夫か。さっきパリンって。大丈夫じゃないな。大丈夫じゃないけど、まあこれも慣れだ。その子、新しいバイトかい。双葉のこと言ってる。相変わらず隅に置けないな。何人目のボンドガールだいマスター。いや、よく見ろ。めちゃめちゃ子供とは言わないけど。そんなんじゃないよ。いつも熟したのばっかりなんだろう。たまには若いのも欲しくなるもんさ。ちょっと何言ってるのか分かんないっすね。グアテマラピーベリーと同じだよ。酸味と甘みが新鮮なのさ。ちょっと難しいことを言おうとして滑ってるみたいな、そういう感じですかね、この人は。悪いね、今日はブレンドだ。うまい切り返し。おい、コーヒー早く持ってけ。もっとすんな、冷めちまうだろ。あ、すいません。やりましょう。あれ、双葉がいない。
うん、噂をすればそれ被っていくんじゃないよ。あいついつの間に、あいつ実は出たがりなんじゃないのか。おい双葉、それ被って人前に出るなって何度も言ったろ。え、結構やってるの。それと運ぶ時はお待たせしましたって言え。まさかの常習犯だったんかい。コーヒーお待たせしたました。ああどうも。見たか、ちゃんと仕事できたぞ。まずはそのお面を取れ。これはその湯気ガードだし。湯気ガードだったの。しかし双葉が客前に出てくなんてな。面はあれだが驚いたよ。人ってな変わるもんなんだな。そうだな、あの被り物の力ってすごいな。宗次郎、もっとコーヒー持ってこうか。その面は取れよ。そうだ、湯気ガードはもういらない。考えておく。あとはそのお面を取れたらまた一歩前進だな。誰か正体を明かしたか。え、なんで。ちょっと怖いこと言わないでよ。誰がバラすか。何を突然。怪盗と知り合いだというやつを街で見かけてな。出まかせもいいとこ。俺たちもデマ流れるほど有名になったんだな。そのうちネットもテレビもそうなめにできんじゃね。俺怪盗団と知り合いだからさみたいなこと抜かすやつも出てきてると。まあ捕まればな。そりゃそうだ。ところで今日の成果は。客にコーヒー出した。これはね、確かにすごいことだと思います。ただ、あの仮面はしてました。仮面というか、お面だ。お面はしてたけどな。あの格好でお客さんの前に出たのね。あれめっちゃ気に入ってんだな、双葉。とりあえず、早くなれろよ。人が怖くて、回答ができるか。頑張ってみる。いい感じだ。双葉のやつ。頑張ってるよな。まあ、頑張ってるよね。それはそう思うわ。それに比べてリュウジのやつだいぶ浮かれてやがる。このままだとどこかで痛い目に。え、やめて、なんかフラグみたいな感じ。なんかやらかしちゃうのかリュウジ。やれやれ。おめえはともかく少しは自信つけてくれたかもな。そうだね。双葉があのお面を異様に気に入ってるってことだけは分かりました。俺の記憶が確かならな、あ、本じゃなくて。さくらさんのコープさ、優しさ上がりますよね。一応あの三船さんに優しさが上がるようにしてもらったんですけど、より上がるようにねしてもらったんですけど、何やろうかなと思って、でちょうどさくらさんのコープがさあったから。さて、じゃあ今日は1から入れるぞ。俺の指示通りやれ。了解です。豆はコロンビアシティローストの中引きだ。ああ、火は煮出しすぎる前に止めろよ。心配すんな、隣で教えてやるから。悪くはねえな。ま、入れるだけなら誰でもできる。例えばブレンドだってな、適当に豆混ぜたってダメだぞ。割合で酸味や香りが全然違ってくる。奥が深いだろ。へえ、詳しく知りたい。そういうのが分かる男になりたい。お、熱心だな。なら納得いくまでいろいろ試してみろ。豆使っていいから。あ、高い豆は使うんじゃねえぞ。高いのはダメなのね。次はカレーの仕込み方だな。カレー？うちのカレーの辛みとコクには秘密がある。何しろスパイスは天才がコーヒーと一緒に味わうときに最適な量を計算で
弾き出した代物でな。味覚の数値化だっけな。カレー作るのに数式もないもんだが、うまいんだから仕方ない。へえ。とにかくカレーとコーヒーだけは妥協なしだ。必ず客をうねらすものを出す。プロですね。プロフェッショナルですね。小さな店だ。そんくらいの自己満足がなきゃ張り合いがねえしな。あ、この人、あんた。前にも来た人だね。金ならないって言ったよな。見ての通りの閑古鳥だ。いやいや、さくらさん、お役所時代のお金結構溜め込んでんじゃないの。お役所？そのバイト君だってお世話してあげてんでしょ。事前授業で他人に優しくするくらいなら僕にはもっと優しく接してほしいな。誰ですかあなたは。客じゃねえなら帰ってくれないか。これから人と約束があってね。そろそろ電話がかかってくる頃だ。悪いね、相手できなくて。構わないよ、僕の前で電話してくれても。その間バイト君とじっくり話してるから。とりあえず電話来るまで話そっか。それともなんか都合悪いかい。それは別にいいですよ、話すだけなら。何の話をしましょうかね、おじさん。宗次郎は困っているようだ。そしたら、お、人を呼ぼう。宗次郎の電話を鳴らそう。あ、電話鳴らしましょう。今電話待ちって言ってたもんね。おっと、おかみから電話だ。子供引き取ってる身なんでな。細かく目光らしてきて面倒だぜ。あんたにも紹介してやろうか。あ、僕も大事な用があったんだ。じゃあまた来るから。僕っていう年じゃないですよね、あなた。暇人かよ。はあ、お前には話しとくか。俺のいない時に冷やがるかもしれねえしな。あいつは何なんですか。今の男、昔からの知り合いでな。金に困ってるんだと。なんかそんな感じだったね。あいつ人が良さそうに思えるだろ。ん、人が良さそうに見えるだろ。全部上辺だからな、騙されんだよ。いや全然騙されない。なんかヤバそうなやつだなっていう感じしかないです今、あいつは。にしてもお前、あの状況でよく機転が引いたな。電話助かったぜ。大したもんだ、ありがとうな。ま、電話を欲してたんでね、その要望にお答えしたまでです。私としては宗次郎との関係が深まるのを感じる。僕とかいうやつにはね、ろくなやつがいないんで。あの年齢ぐらいでね、そういう風に言ってるやつは。ルブランカレーのレシピ、非戦闘時にパーティー全体の SP を少し回復する。あ、全体？へー、いいね。カレーのアイテム生成が可能になる。よし。思えば多分これもっと序盤に作れてないとね、あれだったのかもしれないですけど、今頃になってやっと作れるようになりましたね。ルブランカレー入門について、ルブランの冷蔵庫の中にカレーの食材が余ってる日はカレーを作ることができます。あ、毎回作れるわけじゃないんだ。昼間や放課後はまだ営業中なので使用できません。夜の時間にやってみましょう。しかもさ、川上先生がなんか代わりに作ってくれるみたいなそんなのもなかったっけ。しかし他人の面倒事なんか放っときゃいいのに、なんで首突っ込む。まあお前はそういうやつだったっけな、まあ、お世話になってますしね、さくらさんにはいろいろと。おっと、もうこんな時間か。たく、あいつが血縁者じゃなかったら警察に突き出してやるのに。え、あの人血縁者なの。さっきの僕とか言ってたやつ。ああ悪い悪い、なんでもねえよ、こっちの話だ。さてと、兄弟とかかな。今日はもう終わりだ。店じまいしたら上がって勉強でもしとけ。意外なね、人間関係が見えてきましたね。やっぱ優しさ上がるよね。よし、ちょ、ボーナスつけといて。よかったな。
おお、猫。今日はすまなかったな。面倒ごとに巻き込んじまって。いや、まあそんなに面倒なことでもなかったですけどね。念のため言っとくが、もし俺がいない間にあいつが来ても絶対取り合うなよ。適当にあしらっとけ。わかったな。わかった。了解した。それでいい。あいつが何を言っても全部受け流しとけ。お前は保護観察中なんだ。じっとおとなしくしとけ。いいな。そっか。なるほど。下手にね、あの野良猫が行動に出て問題になったりしたらやばいことになるもんな。じゃあ頼んだぜ。じゃあな。あいつ超うざい。怪盗団に始末させたい。それいいね。掲示板で頼んでみる。 61% になりました。上がってますね。明智ってあいつ口だけじゃね。なんで怪盗団をあんな敵視してんの。すごい流れが完全にひっくり返った。いるよね、空気読まないやつ。むしろ空気読んでないやつになってる。最初のね、まだ明智くんの方が人気ある時の状況とはまるで違いますね。今日の予定は、あれ、もしかして誰も今日の予定を立ててないんじゃ。そうだな、前回は双葉とね、野良猫だけで対応したから、この次はまだ誰も言ってないね。誠と買い物してる。終わったらそっち行く。本当は双葉も連れて行きたかったんだけど、いきなり人混みはハードでしょ。荒領事も必要よ。誠結構無茶するよね。誠パイセン、トゲがある。いずれできるようにならないとでしょ。まあ、まずはそこのね、業務スーパーから試してみたらいいんじゃないかな。てかクイーンの服もトゲすげえ。肩叩くと刺さりそう。それは俺も思っていた。ユウスケまで、なんか面白そうだな。俺も混ぜろ。用があるな双葉、あんた関係ないから。あの誠さんの世紀末みたいな服装はとりあえず置いといて、目もリュウジには冷たい。そういうのいいから。じゃあ楽しみに待っててね。ドキドキ。楽しんでんな。でもなかなかあれですね、双葉も楽しんできてますね。怪盗団の正体すごい気になるよね。お姉さんお姉さん、俺に心を盗まれてみない？それ新手のナンパ超ウケるんですけど。海外でも有名らしいよ。何気にすごくない？怪盗団のメンバーになってみたいな。これ三島も5万円でしょうね。今日で4日目だっけ？少しは慣れてきたのか？どうだろう、わからん。人間そう簡単には変わらんさ。まあでも普通に会話できてるし慣れてきてんじゃない。まあ確かにまだあんまり外出歩いてないし、人混みにも行ってないから、ま、進歩はしてるってことにしてやるよ。その辺次やんなきゃいけないのかな。いやー、ちぎれるちぎれる、やめろにしてもあいつらおっせえな。人待たせて何やってんだ。こんにちは、お邪魔します。遅くなってごめんね。いろいろ見てたら迷っちゃって。見てた？何の話だ？あ、もしかしてあの海に行く時の。水着に決まってんじゃん、双葉ちゃんの。双葉の水着を選んでたの？水着、双葉に選ばせた方が良くない？さすがにそれは持ってないでしょ。好みとかあるでしょ。そうだけど。じゃ、今から試着ね。今から？ぶっつけ本番はダメでしょ。海までもう時間ないよ。いや、でもそれ
覗いたらどうなるか。いや、覗かないよ。嘘でしょ。そういう心配？いや、大丈夫なのかな。いきなり、まあ、人混みに慣れさせるというのはあると思うんですけど、海に行くっていうのはハードル高くない？寄せる？なんか双葉で遊んでないか、あの二人。確かに、だんだん気になってきましたね。何って、試着だろ。双葉の水着姿か、絵になりそうだな。誠に話してみるか。それはさすがに止められるだろうな。リュウジ、頼む。はぁ、俺からも頼む。頼んでそういう意味で、そういう意味でリュウジに頼んだんじゃない。北川君を叱ってほしくてリュウジに頼んだんだよ。何を言ってんだと、それはダメだぞと、変態だぞという話をリュウジにしてもらおうと思ったら違う流れになっちゃった。ガキだな、お前ら。遊んでるんです。うえ、さっきから何騒いでんだ。水着がどうのって聞こえたが、双葉に水着を着せて海に行こうと企んでます。我々水着の試着やってんすよ。今度みんなで海行くんで。双葉が海？あいつには季節感なんて言葉縁がないかもって思ってたんだが、双葉が行きたい行きたいってね、せがむもんだからさ。面倒かけるかもしれないが、双葉の思い出作り協力してやってくれ。そうか、これはある意味双葉の思い出作りか。夏のいいですね、いい時間ですね。水着も用意したし、海水浴の準備はオールオッケー。あとは双葉の心の準備だけ。やれる、できる、いける。多分自分に言い聞かせてますね。自信はないわけだな。うっさい、おいなり。やっと夏休みらしくなったよな。でもちょっとゲリラ豪雨だけど大丈夫かね、天気は。でも落ち着いたせいかいろいろ考えちゃうんだよね。ん？いろいろ？精神暴走事件に認知科学、それから黒い仮面のこと。あー、まあでもいろいろつながってきましたよね。その黒い仮面の存在と、あと双葉さんとか、双葉さんのお母さんの若葉さんにいろいろあれしてた黒服の男たちというか、黒服の大人たち、そいつらの関わりとかね、正体が気になるし、目的も気になるし、目的になるね。ろくな目的じゃなさそうだ。俺らみたいな感じとも違うでしょうしね。とはいえ情報が少なすぎる、もっと調べないと。私も手伝う。続きはまた今度にしようぜ、ネミー。うん、それじゃあ双葉ちゃん、明日も頑張れ。明日何すんの？明日は、明日こそ海ですか？ご主人にも期待されてたぞ。双葉の思い出作りか、そうなるように頑張ろうぜ。そうだな、双葉の思い出作りな。
じゃあ今日は、あ、大家さんか。あれ、他にはないのか。あれ、バーニューカマって優しさ磨けんの？ちょうど今新宿には来てたんですけど、ちょい待って、あ、優しさ磨けるな。そんなのありましたっけ？あら別に今回はコープを進め、7、あ、なるほど、バイトでか。はいはいはい、都合はいいね。ここのバイトは、ね、そのメメントスのターゲット確定のためにも必要だし、こんな店に出入りしてたら将来ろくな大人にならないわよ。本当はまあ大家さんのやつをちょろっと進めようかなと思ったんですが、バイトをしたいです。あんたここのバイトって何やんの？自分じゃ気づいてないかもしれないけど、坊やかなり素質あるわ。興味があるなら夜の手ほどきしてあげる。違法なことはさせないから安心して。バーでのアルバイトについて。バーでアルバイトをすると時間が経過しますが、お給料が得られるだけでなく優しさを磨くこともできます。マジか。日によっては多くの客が訪れます。お客の話に気長に付き合えば、普段の優しさに加えてお客のタイプに応じた人間パラメータが磨かれます。へえ、この店で働けば分け隔てなく接する優しさが学べるかもな。そうね、ちょうど優しさはね、あげたいなって思ってたんですよね。早速今日から働いていってくれるのかしら。そうしましょうか。ありがとう。それじゃ着替えてらっしゃい。着替える？何に着替えるのかな。へえ、勤労少年だね。私もそろそろ帰ろうかな。また今度ね、大家さんのコープを進めるんで。じゃあ仕事の説明するわよ。初めてで怖いだろうけど、力抜いて簡単な仕事だから。未成年がね、働いていいんでしょうかね。皿洗いとか空いたお皿の片付けとか、お店の雑用をお願いしたいの。あ、それならまあ別にいいのか。私はお客の相手があるし手が回らないのよ。それで裏方が欲しかったってわけ。はい、説明おしまい。何か質問はあるかしら。女装はしなくても大丈夫ですか、ね、あら興味あるの？なんなら私がプロデュースするけど。なんて冗談よ。そんなことさせたら風営法でアウト。裏方の仕事なんだし、その格好で十分よ。何か質問はあるかしら。お酒はまあでも取り扱っちゃダメでしょ、未成年だし。気をつけることは？そうね、そうね。私の体は一つだし、お客さん全部に手が回らないこともあるの。そういう時は様子を見てもらえる？話しかけられたりすると思うけど、いいお客さんばっかりだから大丈夫よ。きっと坊やも勉強になるわ。はあ、まあ、一応これも聞いとく。違うわよ、坊やは未成年でしょ。だからお酒には触らないでちょうだい。飲むのはもちろん、お客に出すのもね。それは私がするから大丈夫。よろしく。じゃあやりますか。そろそろお客さん入ってくる時間だし、よろしくお願いするわ。やれるかね。おい、女装せずに済んでよかったな。ちょっと見てみたかったけどな。お疲れ様。まあ、確かに。はい、お疲れ様。もう遅いから未成年は帰宅時間よ。特にあれですね、そのターゲット特定のうんたらかんたらもなく。またね。さ、未成年はさっさとお帰んなさい。夜の新宿は危ないわよ。あ、言い忘れてたわ。毎週日曜日はお客さんが多く来るの。週が明けて仕事が始まるのを嫌がってるのかもしれないわね。まあ確かにな、辛いよな。
ま、日曜日はお助けってこと来てくれると助かるわ。このお店でならターゲットの情報が手に入るかと期待したが、そうだね、ここでは手に入らないんでしょうか。むしろそう簡単にはいかないよな。もう少し通ってみるか。ここも何回か通わないとみたいな感じね、うん、手狭な分客の顔が見えやすかったな。ふん、なんだか頼もしく見えるぜ、うん、これは優しさが、あ、よし帰るとするか優しさが全然上がらん。じゃそろそろ帰ろうか。我が輩眠くなってきた。もうこっからは優しさばっかり上げていこうかなって思ってるんで、集中的に。それで今日はどうする？そうですね、そうだな、男連中だけでみんなで飯食うか。前に鍋やったあんな感じ。ああ、そうね、いいんじゃない。いいかもしれん。特訓になって親睦も深まる。これは外食をするってことですか。よ、やってやるぞまあまあ、ただ食うだけだからな。別に。そしたら俺コーラとオムライス大盛り。俺もオムライスをいただこう。おい、金はあるのか。ない。だが双葉のためだないけど、ギリギリだけど頑張ってお金出すって意味ですね。しゃあねえな、貸しだからな。あ、さすがリュウジ。じゃあ俺の分も。私もオムライス特盛りで頼む。食うね。ふぃ、成長盛りだね。あ、ここで食べんのねファミレスでも行くのかなと思ったら。おお、双葉って意外と食うんだな。あ、すがすがしいほどの食欲だ。食が細すぎる女性よりずっといい。そうだね、それは確かにそうだわ。使ってんじゃないぞ。失礼だ。宗次郎、助けて。よさないかなんか北川くんっていうか、お稲荷いじりを覚えましたね。双葉さんは、うまくいってるっていいのか。双葉はお稲荷いじりをマスターしたっていう。いいんじゃないか、こういう。じゃあそれでいいわ、ね、やり方でも。食後にコーヒー出してやる。俺のおごりだ。ありがとうございます。私アイスココア。お前も苦いのダメなんだろ。アイスココアでいいか。どうもっす、キンキンに冷たいので。こんなにぎやかな昼飯初めてだな。楽しげな感じですよね。うん、楽しい。おお、よかった。それなら何よりっすね。海、どうする？そろそろ行けそうか？え、明日？かなり喋ってくれるようになったもんね。最初に比べれば大進歩よ。当の双葉はどうなんだ？今日明日で大丈夫なのか？明日？ちょっと早い。心の準備いるかも。これどうしようかな？そこは頑張れ。無理しなくていい。いつならいい？どうしようかな。まあ無理しなくてもいいって言っとくか。もうちょっとくれればなんとか。あさってなら大丈夫。あさってね。おお、全然それでもかも。じゃああさってな。双葉、無理しなくていいからね。無理ならちゃんと言ってね。大丈夫、頑張れる。仕上げの日取りは決まったか。いいね、双葉さんの方もね。なんか違う感じになってきましたね、前と。よし、なんとかここまでこぎつけたな。あとは明日様子を見よう。